皆さんこんにちは。研究会1年、重村彩です。私たちは今日という日まで自分たちで選曲をし、楽譜を書き、練習に取り組んできました。今日は、思う存分楽しんでいってください。本日ご一緒に演奏してくださる佐藤さんのご紹介をしたいと思います。佐藤さんはですね、佐藤さんは私たちの先生でもあるソウルマティックスの全国の公演や数々のアーティストのサポーターとして活躍されている方です。本日も素晴らしい演奏をしていただけると思います。それではご紹介したいと思います。佐藤勝さんです。それではまず1曲目の曲紹介をしたいと思います。今から1曲目は、大谷沙織さんで Someone Who Believes in You です。この曲は、嵐の暗闇があって通り抜けることができないとき、私の手を取ってください。将来が不安なとき、私を頼ってください。あなたとの身も心も傷ついているとき、ちょっと振り返ってみてください。そこには私がいます。あなたは自分を信じることから始めてください。あなたにはあなたを信頼する誰かがいるでしょう。私はあなたを信じる誰かです、という曲だそうです。ここからは大谷さん自身のメッセージなんですが、信じることをやめないでください。あなたのことを信じている誰かがいます。私もその一人です。皆さんには友達、後輩、家族、恋人、大切な人がいると思います。その皆さんにとってそれぞれの大切な人のことを思い浮かべながら聴いていただけたらなと思います、ということでした。それでは大谷沙織さんで Someone Who Believes in You です。どうぞ。Who believes